偏差値60以上を目指すには、計画的な学習法と効率的な時間管理が重要です。まず、自身の弱点を把握し、重点を置いて学習することが大切です。これには定期的な模試の受験や過去問いの分析が効果的です。次に、毎日の学習で基礎知識を固め、応用問題にも挑戦して思考力を高めましょう。また、覚えるべき公式や重要ポイントは整理して視覚的に記憶しやすいように工夫します。さらに、休息も学習効率に影響するため、十分な睡眠と適度なリフレッシュ時間を確保することも忘れてはいけません。最後に、何よりも継続は力なりであり、高い偏差値をキープするためには毎日コツコツと努力を積み重ねることが不可欠です。成功を収める者は、より具体的な目標設定を心がけます。例えば、1日の学習量や週ごとの目標を細かく設定し、それを達成することで自己効力感を高めるのです。また、偏差値を上げるためには、質の高い参考書や問題集を選び、理解度を深めるために授業や塾、予備校の活用を検討することも有効です。学習の質を上げるためには、教科の専門家や上級生との交流を通じて新たな視点や解放を学ぶことが重要です。勉強法だけでなく、メンタルのコントロールも偏差値アップには不可欠です。自己肯定感を持ち、適度なストレス管理を行いながら、モチベーションを上げていきましょう。